どうもこんにちは、ブックチューバーのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ということで今回は読書が大好きになる、小説にハマる5冊の小説を紹介していこうと思います。僕自身めちゃくちゃ本読むのが好きで、特にミステリー小説がすごく大好きなんですけれども、こうやってね YouTube でこういろんな発信してると、友達に何かおすすめの小説あるって聞かれることが最近多くなってきて、そんな中ですね、小説を読んだことがない人向けにこの作品読めば小説の魅力というか、こう本読むのが大好きになれるよっていう、僕が実際におすすめしてる作品を5冊今回選んで紹介していこうと思います。今回は特に読みやすさ、あと物語の分かりやすさ、うわこんなに本って面白いんだっていう作品をまとめましたので、皆さんの選書の参考にしていただければなと思います。それでは参りましょう。小説あまり読まない人におすすめする1作目の小説がこちらになります。森江戸さんのカラフル、読めば自分の生きている人生の色が変わる、そんな傑作小説になってます。主人公は生前の罪により輪廻転生のサイクルから外れてしまった魂になります。そんな魂である僕が天使の抽選にあたって人生をもう一回リトライすることができる、再挑戦の機会を得ることになります。そのチャンスは自殺を図った少年小林誠の体に入り込み、自分が犯してしまった罪を思い出さなければいけないというもの。小林誠として過ごすうち、僕の魂は人生にはあらゆる色が溢れている世界であることを認識するようになります。はい、こちらの作品累計100万部突破の大ベストセラーになってます。この大ベストセラーからも分かる通り、こちらめちゃくちゃ読みやすい作品なんですよ。あらすじとしてはね、結構 SF チックというか、魂の視点から始まる作品なので、こう物語のね世界観に入り込むにはちょっと物語の触りはかなり設定にこう翻弄されるというか、なかなか入り込めないと思うんですけれども、とにかくね文体が読みやすくて、こうどんどん読んでいけますし、こう魂がね小林誠の体に入ってからはもうどんどん物語が加速していって、小林誠として生きていく主人公に感情移入しながらどんどん読める作品となってます。この話はですね、こうなんていうか、こう人生生きてきて、絶対直面する悩みみたいなものに対してどう向き合っていくべきかというか、悩んでる時に読めば読むほど読みやすい文章の中でも、こうなんだろう、鋭い一文みたいなのがこう心にぐさっとくるんですよね。でそれがめちゃくちゃ良くて、もう僕めちゃくちゃこの作品いろんな人におすすめしてるんですけれども、いやそんな作品がこちらカラフルになります。で最後ですね、この作品のテーマなんですけれども、このカラフルという通りね、題名がこう色っていう題名なんですよ。でこの話を読んでいくうちに、こう魂として入り込んでいった小林誠の世界がこうどんどん色を持つ、これどんどん広がっていくっていう感覚を文字で読めますし、主人公の魂をガイドしてくれる天使も登場するんですね。でその天使から最後に送られる言葉、この天使の言葉でこうなんだろうな、すごく救われるというか、あそうやって生きていくのも悪くないなって思えるような、そんな作品になってます。もう何回も言うんですけど、この白黒だった世界にこうどんどん色がね広がっていく感覚を、ぜひ読んで味わっていただきたいという作品ですね。はい、ということで1作目が森江戸さんのカラフルでした。はい、続いて2作目がこちらです。宿野香織さんのルビンの壺が割れた、こちら最高の読書体験が味わえる衝撃の問題作になります。こちら30数年前に婚約をしていた水谷一馬と美穂子という2人の人物のメッセージで展開されていく作品となります。一馬がですね、久々に Facebook で美穂子を見つけて、こう昔を懐かしむようにこうメッセージのやり取りをしていく、ですがそのメッセージが次第に不気味な感じになっていくという作品になってます。こちら僕が大好きな作品で、一応ミステリー小説かなにはなるんですけれども、こう先ほども言った通り、こう2人のメッセージで展開されていくんですよ。こういうメッセージだけで展開されていく小説を書簡体小説って言うんですけれども、めちゃくちゃ読みやすいですね本当に。でしかもこの薄さ150ページぐらいかな、なのでめちゃくちゃ薄いです。1時間から2時間かければ誰でも読めるような作品になってます。で一馬と美穂子のね、メッセージのやり取りがどんどん続いていくんですけども、そういうなんだろうな、こうメッセージ送って返信まだかなっていう、この待つ感覚っていうんですか、それって結構あるじゃないですか誰にでも。でその感じがこう読んでいて、こうどんどん読み手も入っていけるし、でその中で、ね、どんどんこう昔を懐かしむような、多分年齢としては50代の2人が大学時代の話とか結構するんですよ。
でそれにどんどんあそういうこともあったんだなっていう感じでこう読者がどんどん入り込んでいけるんですけど、でもそのねメッセージをやり取りしてるうちにどんどんあらぬ方向に行くんですよね物語自体が。でこれがねめっちゃいいですね。そしてこの作品ですねこの最後の一行がめちゃくちゃインパクトがあって、これ次第にこう読んでいってだんだん読者はあれってなるんですよ。さっきも言った通りなっていってこう物語のねあの盛り上がりっていうかもう150ページぐらいしかないのに最後の多分20ページぐらいかなもうどん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 加速していって最後の1号でバンってオチがつくっていう作品になってます。いやこれはね本当にあのミステリー小説読んでない方にも読んでほしいですし、読み手側としてあの小説読んでない方からして結構インパクトがあるというかあのより分かりやすい楽しさがあると思いますので、まあ、ぜひぜひこちら読んでみてください。ということで2冊目が枝野かおるさんのルビーの壺が割れたでした。はいどんどんいきましょう。3作目がこちらです。川村元気さんの世界から猫が消えたなら、こちら1日1日を大切に過ごそうって思えるような小説になります。主人公は郵便配達員として働く30歳の僕。そんな主人公がある日突然脳腫瘍で余命わずかの宣告を受けます。絶望的な気分で家に帰るとその家には自分と姿形がそっくりな悪魔がいました。その悪魔は主人公に突然この世界から何かを消す、その代わりあなたの寿命を1日伸ばしてあげるよっていう取引をするんですよ。主人公の僕はその取引に乗って寿命を1日ずつ伸ばすために世界からあらゆるものを消していきます。はいこちらの作品も先ほどのカラフルと同様に感動小説の類になります。でこちらの作品は先ほどのカラフルとは違ってこう30歳の僕が主人公なんですよ。で主人公がいきなり余命宣告を受けて寿命を1日ずつ伸ばしていく、だけどその1日1日で自分の過去に起きたことをどんどん振り返っていくという作品になってます。まあ、言うなればさっきのカラフルはですね主人公が中学生なので未来についてどんどん明るくなっていける、未来に希望を持てるような作品に対して、こちらの世界から猫が消えたならは余命宣告を受けた主人公が自分の過去ですね、過去に何を成し遂げてきたのか、自分の過去にはどういう後悔があってその後悔をこれからどうするのかっていう結構ね過去に重きを置いた作品になってます。結構ストーリーとしては SF なんですけど、あの1日ずつね何かを消していくんですよ。例えば電話とか映画とかですね、そういうものをいろいろ消していくんですね。で消すって決めた瞬間にこの世界はこうそれがなかったかのような世界になるんですよね。電話をもし消した世界ならもう当たり前のように世界の人々は電話を使ってないんですよね。電話が存在しなかった世界なんで。なんですけどその主人公がね電話を消した時にこう電話があったことでなんだろうなこう感じていた幸せというか、過去に電話でこういうことがあってこういう時僕はどうしたんだろう、だんだんねこう余命宣告も受けて主人公は自分の内にあるものをどんどんあの出していくというか、その描写が特に良くて、主人公がですね猫と一緒に暮らしてて猫がかなり大切な存在なんですよ。でそんな猫を何もかも消していって最後猫を消すかどうかで選択を悪魔から迫られた時に、そこから物語が加速していきます。小説読んでない方もねぜひ読んでほしいですし、こう文字だけでねこんなに心が、満たされるんだっていう感覚をこの作品味わえますし、物語のね終わりの読後感もですねめちゃくちゃいいんですよ。これはもう、ね、本当に僕話しているうちに泣きそうになるぐらい本当にあの面白い作品ですね。先ほども言ったんですけどこのカラフルより僕はこの世界から猫が消えたなの方がすごく好きで、結構カラフルはね読みやすいんですけど、なんだろうなこうより絶望感がないというか、なんかなんだろう結構まあコメディ寄りなんですよねこっちが。でこっちの世界から猫が消えたならもう登場する悪魔とかかなりコメディなキャラクターではあるんですが、こう主人公がどんどんね自分の過去を振り返ってこう自問自答していく描写、もうそこがねかなり好きでめちゃくちゃ刺さりましたね。まあ、出てくる登場人物もこっちが天使でこっちが悪魔なので、なんだろうなどっちもおすすめなんですけど僕はこっちの方が好きかなっていう作品です。はい、もちろんねカラフルもめちゃくちゃ面白いのでぜひ。ということでちょっと話が脱線しまくったんですけれども、3冊目が川村元気さんの世界から猫が消えたならでした。続いて4冊目がこちらになります。道尾修介さんの紅梅の花、こちら世界の闇と光を描いている美しい6編の話が入っている連作群像劇になります。はい、こちら僕がめちゃくちゃ大好きな道尾修介さんの
作品となっています。ジャンルとしてはミステリー小説なんですけれども、こちら短編集で一つ一つの短編に登場してきた人物が次の短編にまた登場したり、前の短編で出てきたちょい役の人が実は次の短編でメインになってきたりと、こうかなりね、いろんな人物が交錯していく群像劇となっています。こちらもね、読みやすい、本当に読みやすいですし、まあ、僕が道尾修介さん大好きっていうのもあるんですが、もうね、いろんな人にこちらおすすめしています。特にこの作品、こう最初の3つの作品と後の3つの作品で毛色が大きく違うんですよね。で、最初の3つがかなりこう人間の闇というか、こう暗めな話がどんどん進んでいくのに対して、その後半の3作品はその病んでいった心、この僕たちがこう読んでいって、うわ重いなってなってきた心を救い上げてくれるような短編が3つ後半に入ってきています。このなんだろう、まあ、いろんな側面をこう描く描写力というか、物語文字だけでここまで描ききれるんだっていうところをすごく体感できますし、この出てきた登場人物も同じ登場人物いたりとかするんですよ。でその時にこの最初ではその闇の部分でしか読者は読めなかった出来事に対しても、後の短編では実はこういうことがあって、実はそこには人の善意が隠されていた、そういう希望的なつながりも読めて、めちゃくちゃ美しいなって読みながら僕が感じた作品ではあります。一つ一つの短編も50ページ弱と結構少ないページ数で読みやすいのに、短編自体がつながりを見せているので、こう一冊を読み終えた時に本当に読んでよかったなって思える読後感も持ち合わせている作品なので、もうこちらはですね、もう小説読んでない方にぜひ読んでほしいなっていう作品ですね。でこっからちょっと派生するんですけど、この紅梅の花の、ま、なんだろうな、セットというかこう姉妹作がこちらの鏡の花になってます。紅梅の花と鏡の花でこうね、セットだとは思うんですけども、こちらの鏡の花はですね、結構家族がテーマの作品になってまして、先ほども言ったこの紅梅の花の一つの出来事に対してこう闇の側面と光の側面をこう見せてくれる多角的な短編集というテーマをかなりね、こう磨き上げてさらに昇華させたような作品がこちらの鏡の花になってて、こちらの作品はこうある一つの家族がテーマになっている。でその家族の中でもし誰々がいなかったら、もしこの人物がいなかったらっていうパラレルワールドがこう短編としてどんどん展開されていくっていう作品になってて、この、ね、物語の形が結構斬新で、同じ登場人物なんですけれどもパラレルワールドなので、その人物がもしこうなった世界だったら、もしこの人物がいなかったらっていう、こうありえたかもしれない世界を美しく描ききってる作品で、もうおすすめです。これは本当にこの紅梅の花を読んで、もっと二丁修介さんの美しい短編に触れたいという方は、こちらの鏡の花もぜひぜひ読んでみてはいかがでしょうか。これもう僕めちゃくちゃ好きな作品で、はい、もう激推しですね。ということでちょっと脱線しちゃったんですけども、4冊目が二丁修介さんの紅梅の花でした。ということでラスト最後の作品がこちらになります。米沢ほのぶさんの漫画です。こちらミステリー小説の短編集となっていて、史上初ミステリー賞の3冠を達成して、さらに山本周五郎賞も受賞して大傑作の小説となっています。一つ一つの話の展開力がうますぎて、もうどんどん先読んでいける作品だと思います。もちろん5冊目に紹介したということもあって、この前の作品たちよりかは読みやすさはそれほどありません。というか、なんだろうな、小説読み慣れてきて、さらになんだろう、面白い作品、うまい作品読みたいなっていう方にぜひおすすめの漫画になります。でこちら6つの話が軽くね紹介しようと思うんですけど、1つ目が夜警という作品で、警察が主人公の作品となっています。警察たちがある事件に遭遇して、その事件がなぜ起こってしまったのかをこうどんどんリズムで明かしていく。でその明かされた真相が何とも言えないものっていう、短編集ならではのこの悲壮感というか、こう哀愁漂う感じが味わえる作品で、2作目が死人宿という作品で、こちら昔の恋人に復縁を迫るため元恋人を追っていく主人公がある宿にたどり着いたというお話で、3つ目がザクロという話で、こちら中学生の姉妹が主人公になっていて、その姉妹がある計画を練っています。でその計画が行き着く先がとても悲しいものだったっていう作品で、4つ目番頭という作品なんですけども、これ僕一番好きで、ビジネスマンが主人公なんですけれども、そのビジネスマンがある資源を求めに
海外に行ってある村のエネルギーを共有したいというお願いをするんですけれども、その村の長は固くなに日本にエネルギーはやらんと言うんですよ。なんですけど、その村の中でも一枚岩じゃなくて、ある人物が主人公にこの村の長老を殺してくれたらその資源を日本に渡しますよって言われて、主人公はしぶしぶ殺人を犯してしまうというお話で、5つ目が関森というお話なんですけども、こちらはある田舎の道路で交通事故が頻発している地域があるんですよね。主人公がオカルト雑誌のシナリオライターなんですけども、そのライターの主人公がなぜその道路には事故が多いのかっていうのを突き止めていく作品で、最後表題作の漫画なんです。これもめちゃくちゃいいんですけど、人を辞めた女性が主人公で、その女性はこう裁判で控訴をしなかったんですよね。静かに刑を受けるのを待つっていうんですけど、なぜ女性は控訴を取り下げたのかっていうのをどんどん追っていく話となっています。ここまで6作品かなりふわっと紹介したんですけども、どれもねこう読み終わった後に うわうまかったなって感心というか、こう読めてよかったってなる作品たちがどんどん入っていて、この小説のその読みやすさという部分ではなくて、やっぱ文字だけでここまで心動かされるんだっていう部分にかなり浸っていただきたい作品となってます。もちろん僕ミステリー好きということもあってかなりおすすめなんですけれども、まあ、ミステリー読んでない方にもね、ぜひぜひこちらの漫画いかがでしょうか。またねちょっと話脱線しちゃうんですけれども、この著者の米沢ほのぶさんですね、他にもいろんな作品書いてらっしゃって、この動画の趣旨ですね、小説読んでない人にぜひ読んでほしいという面では、米沢ほのぶさん の古典部シリーズという作品があります。その古典部に所属している主人公たちが日々の中で起きる日常の謎をどんどん解明していくというお話になっていて、こちらの方がですねこの漫画よりかはかなり読みやすいですし、分かりやすいですし、こう人もね知らないのでこうライトに読めるというか、どんどんミステリー小説の触りの部分、こう謎が明らかになってそこのカタルシスを得ることができるっていう作品においては、古典部シリーズの評価の方が僕は初心者におすすめしようかなと思っているので、まあ、ぜひねこの評価も読んでいただいて、ただ個人的にはですねこの漫画がねものすごくうまかったので、こういろいろ小説読んできてステップアップして何か読みたいという方にはね、ぜひこちらの漫画をおすすめします。ということで5冊目が米沢ほのぶさんの漫画でした。はい、ということで5冊紹介していきました。いかがでしたでしょうか。今回ねこの感動系の小説と、まあ、ミステリー系の小説っていう結構二軸で攻めてみたんですけれども、なんか読みたい作品見つかりましたでしょうか。僕自身ですね小説読んでめちゃくちゃハマったのが結構最近で、まあ、大学生入ったぐらいなんですけれども、まあ、その時読んだミステリー小説の10巻の殺人でミステリーの沼にはまりまして、結構ねまあミステリー読んでない方にはかなり読みづらいかなっていう作品ではあるんですけれども、まあ、僕は最初そっちから行ってこうどんどんねミステリーの沼にはまりました。まあ、新本格ミステリーっていうんですけども、その結構ねガチガチっとしたミステリー小説読みたいなっていう方はもうあまりにも有名すぎるこちらの10巻の殺人おすすめしますし、その10巻の殺人からさらにね僕のミステリーの沼にはまったのが、先ほども挙げた道尾修介さんの作品で、このシャドウっていう作品とひまわりの咲かない夏、あとカラスの親指ですね、この3作品を読んでも道尾修介さんが大好きになった3つの作品で、もうこれもねミステリー小説何を思うかなっていう方には、まあ、先ほどのルビーの唾が割れたもかなりページ数短いですし、こうインパクトすごくあるんですけども、最初はねそういう作品がいいと思うんですけど、それ先に読み終えてもっとこう物語に浸りたいという方はシャドウ、カラスの親指、ひまわりの咲かない夏がめちゃくちゃいいですね。まあ、特に僕が一番好きなのが、まあ、シャドウなので、これね本当にいいですよ。なんかまあ、あまりね作品自体の紹介してないんですけども、シャドウね気になった方は読んでみてください。はい、結構最後長めに喋っちゃったんですけども、このチャンネルではこのように本の魅力について発信していくチャンネルになります。もっといろんな作品知りたいという方、ぜひ高評価とチャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。僕結構特集なのかなというか、文字媒体だからこそ楽しめるミステリーのどんでん返しっていうジャンルに僕は最初ハマったので、もうそっからね興奮が忘れられなくてずっと読んでるっていう感じなんですよね。でその後にこうどんどんね感動系の小説だったりとか恋愛小説だったりとか、こうどんどんこう文字だからこそどんどん深く入り込めるっていう点で、
まあ、そういうので活字中毒になってしまって結構小説読み漁るようになってしまいました。皆さんの小説読むきっかけになった作品あればぜひコメント欄で教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。